はい、これね、今2台並べて後ろから撮影してます。フィットの方がちょっと若干大きく見えますね。これなんかタイヤもね、だいぶ細いんですよね、フィットの方が。やっぱあれパイロットスポーツ、ミシュラムのね、あのタイヤ太いんですね。やっぱホンダ E の方がちょっと小さく見えますね。なんかギュッと引き締まったように見えます。ではちょっと充電外しましょう。今のね、これ急速充電の方に入ってましたね。おお、めっちゃ綺麗。これガラスなんですよ。ここはガラスで、ここは鉄板に塗装みたいな感じですね。ここなんか光るんかな。これ画像でわかりますかね。ちなみにこれボタン、あ、アクアクとちょっとね、よくわからないんですけど、これ充電サービス利用料1500円になってますね。汚れてるけど、これね、免許証でタッチします。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダ E をね、乗ってみようと思います。いやー、すごいね、楽しみにしてました。ちなみにこちら私のフィット3ですね。あの大きさなど、いろいろ比べられたらいいなと思います。では早速見てみましょう。ホンダ E ということで、ついにね、あのエブリーゴーで乗ることができましたね。あのこちらね、あのアドバンスになりますね。上級グレードの方になります。ちなみに価格が税込み495万円のかなりの高級車になります。この私のフィットはね、250万ぐらいで買いました、込み込み。こっちね、495万。いや、高いわ。アドバンスじゃないホンダ E は451万円ですね。それぞれね、あの助成金がありまして、だいたい40万から50万ぐらいですね。まあそれさっぴいても400万超えの車ということですね。私のフィット3と比べてもボディサイズね、ほとんど変わらないんですよね。ホンダ E のね、全長は3895ミリ、全幅は1750ミリ、全高が1510ミリですね。なので街中でね、すごい取り回しのいいサイズ感になりますよね。いやー、やっぱね、こうやってパッと見でもね、やっぱこっちのホンダ E の方がなんかギュッと詰まったような、こうギュッとしてるようなイメージがありますね。車高はそんなに変わらないんですが、やっぱね、ちょっとホンダ E の方は低く見えますよね。ちょっともちっとしてるかもちっとしてるけどギュッとしてんねんな。で、こっちがフィットハイブリッドね。うん、これはこれで私は好きなデザインなんですけど、どうでしょうかね、もちっと。かわいいわ。はい。ライトつけました。この丸いね、デザインが本当にかわいいと思いますね。これヘッドライト結構凝ったデザインになってますよね。丸の中にまた丸があるみたいなデザインですよね。ウインカーはこの周りが光る感じですよね。もう余分な装飾は一切ないという感じに見えますね。で、フォグライトはこんなお団子3つみたいなデザインなんですね。
ああ、下の方こうなってんのね。このタイヤの横に、ほらこれゴムのベロ。これね、フィットもついてたんですけど、こういうのがついてます。ここで確かね、143ミリやったかな。結構ね、縁石とかブロックね、全然大丈夫な高さになってます。その辺もね、街中で乗りやすい車だなということですよね。なんか底面もね、すごい風をデザインされてますよね。この空力を考えられた。パネルがついております。これエンブレムは、これブルーなんですけど、これ光らないやつですよね。これ光って欲しかったけどな。昔のモーターショーでこれなんか光ってなかったかな。で、これホンダセンシングの、これ単眼カメラ？カメラここと、ここにあります。それとこれ何やろこれ。四つ穴センサーみたいな何やろこれ。で、これ一見ね、ほら、マスタング的な。ここかっこいいですよね。今度のシビックタイプ R の、リミテッドもね、ここ黒く塗りつぶされて、すごいかっこいいなと思うんです。これね、実は、まあ皆さんご存知、ほら、充電器が、ここでね、充電できるやつですね。右側が普通の充電ですね。これ結構時間かかるやつです。こっち、チャデモ充電っていうんですかね。急速充電ですね。これで急速充電で 80% ぐらいの、電池容量が確保できると。距離は 80% の充電で200キロぐらい走るみたいですね。で、あとこれ、ここね、あれ、なんか結構ボコボコ。こんな遅いってよかった。あれ、ここのパネル結構なんか弱いかもしれん。あれ、なんか蓋、開きそうな蓋なんですけど開かないですね、ここ。いや、本当はね、こっちフィット4と比べたかったんですけど、ここね、ホンダさんなんでフィット4も置いてます。こんな感じです、フィット4は。これライトつけたかったけど、今は無理ですね。はい、横から見たら、こんな感じです。いや、この後ろ側の、この、C ピラー、このデザインが、初代シビックとよく似てますよね。というか、全体的に、シビックの、初代にデザインがよく似てるなと思います。いや、すごいシンプルで、かっこいい。私はね、このデザインかっこいいと思うんですけどね。いや、スポーティーだなと、実は思っております。で、こちらアドバンスの方なんで、17インチですね。普通のホンダ E は16インチで、このアルミホイールのデザインも違ってきます。タイヤもね、いいの履いてますよね。ミシュラムのパイロットスポーツですね。で、ホンダ E ね、この結構ボリューミーなんですよね。今横から見たらペタッとしたデザインだったんですが、実際近づくと、ほら、このフェンダーがね、こう、モコッと出てるんですよ。で、この車ね、RR ということで、後ろにね、電気モーターがついてます。で、後輪駆動車なんですよね。で、ここちょっとわかりますかね？ポルシェの911みたいに、石が跳ねても大丈夫なような、このシール。ほら、シールがついてるんですよね。もうヨーロッパではね、このホンダ E 走ってて、よく小石がこの辺に、ぶつかるということも聞いております。まあ、その辺は諦めないとダメかな。ああ、これよく見るとこれパールがかってるんやな、この白色。で、今回のね、ホンダ E のこのデザイン、見るからにツルピカですよね。本当にね、ツルピカデザインということで、すごいね、このフレームとガラスがほぼつら位置なんですよ。ほら、これ天井もね、ガラスなんですよね。ガラスガラスの付き合わせです。ガラスが、ここまで来てます。ということは、これフィットなんですけど、ここにね、ほら、ルーフレールをつける、ラインがありますよね。ホンダ E はこれルーフレールつけれないかな、これだと。その辺もね、シティコミューターということで割り切ったデザインになるわけですよね。で、これね、これデジタルミラーになってます。実はミラーがないんですよね。これもね、ちょっとどうですか？デザイン的にバランスが、なんかね、見慣れてないですよね。こういった耳がね、ちょこんとなってるんで、私的にはミラーがボコッとあった方が、なんか顔らしいデザインでいいなと思うんですけど、まあこれはこれで見慣れてくるんかな。この面積を補足しただけで空力ってだいぶ違ってくるらしいですね。あ、横にウィンカーがあって、ほら、これね、このカメラで、映されるわけですね。で、真下にもう一個ね、カメラがついてます。ではね、内装の方見てみましょう。実はね、ほら、スマートフォンで、これね、無接点でドアのロックが開くというものなんですけど、
これね、実は iPhone なんですよね。Android でしたらね、これ鍵がバシャッとね、これで開くらしいですね。もちろんね、iPhone でも、アプリ入れるとスマートフォンで操作ができて、ロック解除できます。で、これね、これどうなんこれ。ここを押さえる感じなんやね。で、ほら、中に、この鍵が、鍵穴が見えますかね。実はあります。物理の鍵でも、開くようになってます。ちなみにこれ、ほら、普通のドアノブね。これはね、ここにボタンがあって、非常にね、ロックが解除しやすくてよかったんですよね。鍵を持ってれば、まあ、近づいただけで、まあ、開くということなんで、まあ、この操作感だけですよね。はい、では、お邪魔しますと。わあ内装の方はね、こんな感じです。いやー、すごいよね。この黒い部分、これがすべて、モニターになってます。で、これね、さっきのほら、ドアミラーがもう、こう、モニターになってるんですよね。これ7インチぐらいかな。あれ、これ、なんか思ったより、あれ小さいなという印象があります。この外枠はね、結構大きいんですけどね、光よけでちょっと奥まった位置に、このモニターがありますね。ちょっと暑いんで、電源つけさせてもらいます。あ、意外と、ここは液晶じゃないんやな。ほら、ここ液晶じゃないです。あ、なんかフィットに似てる。いや、すごいわ、これ。これ 12.3 やったかなが2つついてるんですよね。で、これなんかね、ここで1枚のパネルなので、これちょっとね、割合が違いますよね。これがね、いわゆるハイビジョンサイズですかね。それよりもちょっと横長になってます。すごい。EV メニュー。わー、あ、今 57% で100キロしか走れません。わ、どうしよう。これね、運転してる時に助手席の人が、ナビしてくれるように、なってますね。この、パスする感じですね。ちょっと後頼むわ、みたいな感じで。あ、結構今これ触った感じね、なんかサラサラしてます。なんか指紋がつきにくいような、ガラスになってますね。もちろんスマートフォン連動。で、これもね、Android 携帯なら、ピッとするとね、これで鍵をポチッとしなくてもいいと。でも実際ここのボタンを押す方が早ねって思いますけどね。これ持ってないとダメなんでね。これポケットに大体入ってますよね、車乗るとき。いやー、すごい。この木目の感じ、これパネル、多分これね、なんちゃって木目なんですけど、すごいなんか本当の木目に、本当のね、木を使ってるのかなという感じがします。いや、で、ところどころね、これ、若干ね、この樹脂感はあるんですが、かっこいいんすよ。ほら、どうやったらいいの？この北欧家具というかね、ミッドセンチュリーの感じが出てますよね。この黒とこの木目の感じがすごいね、おしゃれだなという印象がありますね。わぁ、なんかホームボタンこんなとこに。これホームボタンか。iPhone のね、昔ホームボタンありましたね。そんな感じですね。パーソナルアシスト。あ、OK、ホンダ。充電スポットを探して。現在地周辺の充電ステーションが複数見つかりました。まあ、こんな感じで、ちょっとまだ使い慣れてないんですけど。わあ、で、これね、デジタルインナーミラー、アウターミラー、なんていうのこれ。これね、ちょっと今乗った時ね、ついね、僕、自分の顔を見る癖あるんですよ。このバックミラーでね。で、自分の顔を映るかなと思ったら、映らなかったんですよ、これ。デジタルなんで。こうしといたら普通のミラーになるんですけど、これ、若干、あ、まあそうやな。若干こう、ブラックっぽいね、ミラーですね。うん。なんか、どうでしょうか。なんかいろいろポッチがついてるな。ちょっと研究が必要やな。ホンダさんに連絡するやつ。わあ、すごいすごい。で、シートはね、こんな感じです。ちょっとね、座った感じね、フィットより大きいかな。ちょっと、どう言ったらいいの、ここが割かし平らなんですよ。で、調べたらね、実はこれアコードと同じフレームをね、使ってる椅子になるみたいですね。なので、見た目は小型車なんですけど、実際乗るとね、なんかゆったりしたね、乗り味ですね。なんか本当にね、こう家のリビングのソファーのような感じがします。はい、こんな感じです。いやー、すごいわー、これ、わー、かっこいい。天井かっこいい。これ開かないサンルーフね。ほら、こうやって閉めれます。あ、でもやっぱ気分的にはこう開けてる方が明るくていいな。
これでアクセル操作でもなんかブレーキかかったような感じで走れるみたいです。で、モードがね、これパワーモードと普通のモード、スポーツって出ますね。ノーマルとスポーツ。で、これ電子パーキングブレーキに、ブレーキホールドシステムね。これめっちゃ便利。で、残念ながら肘置きがなくて、なんかね、いろいろほらこう、ここなんかほら、こんな感じでカスタムできそう。で、ここほら、ドリンクホルダー。こんな感じで出てくるんですね。ここ、これほら、革張りなんですよ。質感がいいです。ドリンクホルダー今1個やろ？ここにないな。ここに欲しかったけど、あ、でもそうするとミラーに干渉するのね。あ、よかった。ここちょっと凹んでんね。結構ね、私スマホをね、ここに置く癖があって。あ、ちょっとでもくぼみがあってよかったわ。これリアルにいいですね。ちなみに鍵は、こんな感じ。フィットと変わらないな。なんか電源のマークとか見たことないのついてる。ちょっと後ろ乗ってみましょう。サッシュレスって言うんですかね。ここがないの。あ、なんかちょっとクーペっぽいっしょ。ペダルはね、こんな感じですね。あ、そうそう、これね、普通のホンダ E はね、この 100V 電源がついてないんですよね。これアドバンスにしかついてないと。で、 HDMI と USB が2つあると。こっちは USB なんかモニターに拡張できるやつかな。で、あとシガーソケットね。まあ電源がいっぱいついとるわ。シートヒーター完備なんよ。で、ハンドルもね、これ冬暖かくなるみたいです。ではね、後ろ乗ってみます。ドアノブこんなとこにありますね。はい、後ろはね、ちょっとやっぱ狭いっすよね、フィットに比べると。今これ目いっぱい、シートを前にしてます。で、運転席側はね、ドライビングポジションにしてます。私の身長でやっております。では乗ります。お邪魔しますと。後部座席になるとこんな感じです。パッとね、今乗った瞬間ね、やっぱね、天井が明るいなという印象がありますね。で、この布張りのシートが結構やっぱ家にいる感なんかね、こうリビング感っていうのね、やっぱありますね。目いっぱいにします。まあ、こんなことはありえないんですが、やっぱね、私フィット乗ってるんで、まあね、乗れないことはないですっていうかね、まあ、普通に乗れると思います。私ね、ちょっとでかいんですよ。身長がね、183センチあるんで、で、座高も一人より高いんで、ほら、もう天井ね、手のひら一枚ぐらいですね。普通の人はもうちょっとね、拳一個分ぐらい入ると思います。で、足元こんな感じ。広いとは言えないんですけど、まあ、乗れんことねえな、という感じですね。で、ホンダ E はね、ほら、真ん中にヘッドレストないでしょ？ということはこれ4人乗りになるんですよね。なので皆さん家族構成を考えてくださいね。これクッと上がる。後部座席のドア周りも、ほら、ちゃんとね、この手抜きせずに作られてるなという感じがしますね。ドアノブはね、こう、ピアノブラックでかっこいいですよね。で、これね、ポチッと押すと、ダウンライトが実はあるんですね。これ4つついてるんですけど、ボタンがね、右と左で独立してます。なので、両方つけようと思ったら、左右つけないと。これどうでしょうね、めんどくさくね。まあでも運転してる人からしてみたら、まあちょっとでも後ろが眩しくないという感じでいいんですかね。忘れそうやから消しとこう。いや、それにしてもこのモニターすごいな。はい、今ドア全開。結構ね、ほら、これ90度まではいかないんですけど、フィットなりに大きく開口します。これはいいよね。あ、ドア閉まる音。あ、すごい。結構重量感ある。で、後ろね、荷物が、今リアルにちょっと入れてみたんですけど、やっぱ入らんかもしれん。今までの感覚でやってたらあかんかもしれん。だいぶ詰まれへん。あ、そうそう。これ後ろを倒せるんやった。これで後部座席をバターンと。こうすると結構広い、面積が確保できますね。ほう、シートベルト茶色かったんやな。かっこええ。まあ、これね、独立式じゃないんで、二つともバターンと倒れる感じですね。後部座席のガラスは、ここまで半分ぐらいしか閉まらないんですね。ここが結構鋭角。で、これトランクのね、容量がだいぶね、フィットに比べると、かなり狭いですね。
こっちね、フィットなんですよ。ほら、カラーボックス入れて、さらに、台車みたいなの入れてます。底面もね、だいぶね、低い位置ですね。今ね、この上のトノカバー取ったんですけど、それでも やっぱこの、下の位置がだいぶね、上に上がってるなという感じがしますね。はい。中はね、これ充電器のコードが入ってます。ちょっとまだ新品でプチプチ巻いてますけど、あとね、こんなパンク修理キットも入ってました。もう下は何もないです。ここにね、モーターとか入ってますね。ちょっとここ少しだけスペース、財布がちょうど入るぐらいです2個ぐらい入るかな。はい、いかがでしたかね、本題。いやー、これはね、欲しくなりましたね。価格差がすごいあるんですけども、いや、両方ともね、本当にホンダの素晴らしい、都市型コミューターですよね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでホンダイーを乗ってみたでした。じゃあね、バーイシュ。いいですよ。コストコの駐車場へ今入っております。ここね、ガソリン安いですよね、ただこれ電気自動車なんでガソリン使いません。これ充電スポットあるんかな。あ、今すごい坂道スイッとスイッと登りますね。ハンドル切るときがなんか変な感じ、グイーンと曲がる。